黒岩義弘先生の魔神竜バリオンを紹介します。武装した鎧の中に閉じ込めた、それが巨大ロボ魔神竜バリオンというわけなんです。ダンザルブ的な小型ロボットアリスがサポート。1,5,6,2,1、俺たちの戦いはこれからだ。巨大ロボットものはジャンプ編集部にアレルギーがあって、もっとガンダムっぽいデザインにするわけですよね。でも編集部は絶対嫌だ、めちゃめちゃ嫌だ、アニメ主導では決して面白くならないという信念があったんですね。数字で見る打ち切り漫画、少年ジャンプアンケート至上主義。こんにちは、恐竜ちゃんです。少年ジャンプの打ち切り漫画を紹介しつつ、実際のねアンケート順位と照らし合わせてみるというこの企画、第2回は黒岩義弘先生の魔神竜バリオンを紹介します。魔神竜バリオン、見ての通り巨大ロボット漫画です。1987年ジャンプ450万部時代に連載され、11週で打ち切りとなりました。バリオンはどんな漫画だったんでしょう。主人公のお父さんは天才科学者、その天才科学者の父が残したバリオンシステムを守るために悪の秘密組織と主人公の少年が戦うという話になっています。バリオンシステムは海水を核エネルギーの100倍に変えてしまうという夢のシステム。海水なんてね、無限にあるわけですから、もう持ってればウハウハですよ。みんなが欲しがるから悪い奴も当然狙っている。それを悪い奴の手から守るために武装した鎧の中に閉じ込めた、それが巨大ロボ魔神竜バリオンというわけなんです。非常にね、かっこいい設定ですよね。バリオンのデザインはこれ。87年のね、サンライズアニメ、機甲戦記ドラグナーっぽいですよね。特徴があって、尻尾がついてるんですよ。恐竜みたいでしょ？これがいいんですよね。本当はね、もっとね、有機的なデザインを目指したらしいです。ダンザルブ的な？でもね、編集部からね、もっとガンダムっぽいデザインにしろ。ということでね、このデザインに落ち着いたらしいですよ。で、話はね、ガンダム系というよりはね、スーパーロボット系ですね。作者本人も、長井豪先生リスペクトをしてまして、話のね、導入部も、マジンガー Z に非常に酷似しています。バリオンの操縦は小型ロボット、アリスがサポートします。このキャラもいいですね。エルガイムやね、ダンバインのね、チャムファウやね、ファイブスター物語のファティマシステムをね、彷彿とさせます。バリオンの操作は、アリスがね、細かく説明してくれます。この描写、巨大ロボットに乗ることを夢見てる少年はね、こういうのにね、グッとくるんじゃないでしょうか。自分もね、グッときてます。細かい動きはね、キーボード入力ってのが面白いですね。で、まあ、アリスがいるんだったらね、音声入力でいいと思うんですけども、まだ当時はね、そういう発想がなかったんでしょうかね。ここまでね、見てわかる通り、黒岩義弘先生、作画技術かなりいいですよね。桂正和先生のアシスタントだったそうです。にもかかわらず、魔神竜バリオンは11週での打ち切りを食らいます。チャートはこの通り。1,5,6,2,9,13,17,16,15,16,16 で終了。一応ね、多分4話でカンフル剤的な意味を込めてね、掲載順位2位のね、パートカラーの位置をもらってますけどもね、それがね、あんま効果がなかったのかね、その後順位はだだ下がりし続け、そのままね、最終回を迎えてしまいます。終わり方はね、俺たちの戦いはこれからだ的な、幕切れとなりました。この魔神竜バリオン、ね、何がそんなにダメだったんでしょうか。リアルタイムでね、読んでいた身からするとね、ちょっと思うとこあってね、バリオンがね、ちょっとね、弱いんですよね。もちろんね、デビュー戦でね、操作に不慣れっていうのはあると思いますよ。最初の相手にね、ボロボロになりながらも勝つんですけども、その後にね、すぐ、シャア的な、ライバル役がね、出てきてね、さらにね、ボロボロにされるんですよ。まあ、こっからね、あんまりね、強いっていうイメージがね、湧かないんですよね。
ちょっとね、読んでてね、苦しい。まあ、あくまでもね、自分の感想ですけどもね、序盤はね、無双させるべきだったのかなっていうふうに思いますね。さらにね、データ的に言いますとね、最初のね、ロボット戦が始まるまでね、4話までかかってるんですね。つまり、マシン竜バリオンの失敗は、導入部の説明に時間をかけすぎて、見せ場に来るまでね、時間をかけすぎたってことなんじゃないかと自分は分析しています。後出し理論っていうことはね、自分でも分かってますけども、これはね、作家がね、作品にね、力を入れるがあまりね、陥ってしまうね、典型的な失敗例だと思います。まあね、世界観の説明っていうのはね、とてもね、重要だと思いますよ。でもね、面白くなるまで時間がかかるんだっていう言い分に対してはね、なんでそこね、もっと面白くしないのっていう話なんですよ。実はですね、機動戦士 V ガンダムでも、当初の予定ではね、主役ロボットに乗り込むまでに、4話かかる予定だったらしいんですよ。で、それをね、まあ、それじゃいけないってことで、つかみが悪いってことで、4話をね、話はね、ちょっと順序、あべこべになっちゃいますけども、4話をわざわざね、1話に持ってきて放送したらしいんですよ。で、ちなみにね、スターウォーズもね、エピソード4から始まってますよね。さらに言うとね、巨大ロボットものは、ジャンプ編集部にアレルギーがあったかもしれないんですよ。このマシン竜バリオン、作者のね、黒岩義弘先生によりますと、連載会議をね、2回も落とされていたらしいんですよ。そもそもジャンプでね、巨大ロボット漫画ってあんま聞いたことないですよね。でもね、バリオンの他にもね、ジャンプ黎明期に1本、巨大ロボット漫画があったんですよ。それは何か？それはね、この、永井豪先生のマジンガー Z です。こんな有名な漫画がね、少年ジャンプで連載していたとは、意外とね、知らない人もね、多いんじゃないかなと思います。ちなみに、マジンガー Z はそもそもアニメありきの、企画でして、その企画をね、成立させるために、漫画の連載が必要だったということらしいんですよ。企画は、ダイナミックプロから、集英社に持ち込まれました。アニメ化が決まっている人気作家の新作。いい話だと思うじゃないですか。それをね、ジャンプ編集部はね、めちゃめちゃね、嫌がったんです。永井豪先生は当時ね、めちゃめちゃ売れてました。どこで書いてたかっていうと、ジャンプ、マガジン、サンデー、チャンピオン、全部じゃねえかよ。週刊連載4本です。本当かよって話ですよね。それというのもね、少年ジャンプで書いた、ハレンチ学園のヒットから始まった話です。永井豪先生と本宮博士先生、この二人がいなかったらね、今のジャンプはなかったと言っても過言ではありません。二人のヒットがね、少年ジャンプというブランドを作ったんです。そのヒットメーカーの持ち込みを断固として断るジャンプ編集部。一体何を考えているんでしょうか？過去にね、ロボット漫画といえば、鉄人28号や鉄腕アトムなどといった傑作があるんですけども、このマジンガー Z の企画が持ち込まれた当時はね、時代遅れのものだと思われていたんですね。それとですね、ジャンプ編集部にはアニメ主導では決して面白くならないという信念があったんですね。後年ね、少年ジャンプは伊佐山はじめ先生の進撃の巨人の連載をね、蹴ってたとかっていうことが発覚して話題になってましたけどね、黎明期からね、それぐらい作品を選ぶっていうね、気骨があったんですよ。マジンガー Z の連載をやりたい。でも編集部は絶対嫌だ。もうめちゃめちゃ嫌がるんですよ。そこをね、マネージャーが駆け引きでね、無理やり企画を成立させるんですけどもね、このやりとりがね、面白いんですよ。これ詳しくはね、永井豪先生の劇漫、マジンガー Z 編にね、収録されてますので、ぜひ見てくださいね。結局、マジンガー Z はね、漫画もアニメも大ヒット。見たか集英社っていう感じなんですけどもね、ちょっとね、大人の事情で、マジンガー Z のね、もっとね、子供向けにした漫画をね、集英社以外でやりたいっていう話を持ちかけたところね、これにね、編集長がね、大激怒。もうね、出てってくれって言うんですね。この事件が後の、ジャンプ専属契約制度、
に結びつくのだっていう説もあります。そんなわけでジャンプはね、巨大ロボット漫画をめちゃめちゃ嫌っていた。それなのになぜ魔神竜バリオンが企画を通ったのか。それはね、やっぱり黒岩先生がね、編集部に期待されていたっていうことが大きいと思います。桂正和先生のアシスタントをしていて、作画も達者。桂正和先生もね、ジャンプの主流とはね、微妙にずれた作風って感じがするんですけどもね、まあそれでもヒットしました。そういうね、伸びしろをね、黒岩先生にジャンプ編集部は期待していたんじゃないかと思うんですよ。それでも結果は打ち切り。黒岩先生もこの後不遇の時代が続きます。ヒット作が出るのは後年の鬼神童子前期まで待たねばなりません。自分はね、やっぱね、巨大ロボットアニメが好きで、マジンガーももちろん好きだったし、ガンダムもまあよくわかんなかったですけど、サンライズのね、土曜5時半からのシリーズはね、ずっとね、追いかけてました。主にね、ロボットを見てましたけどね、話というよりは。それで漫画も好きなんですけど、漫画にはね、あんまり巨大ロボットものってないじゃないですか。それがね、ずっとね、不思議だったんですよね。思えば、巨大ロボット漫画で成功してるのって言ったら、機動警察バトレイバー、ファイブスター物語、僕らの、まあ、ざっとね、そんなとこぐらいしかね、思い浮かばないですけど、まあ、大体ね、そんなもんじゃないですか。企画はたくさん上がってくるんですけどね、おそらくね、成立までいかない。やっぱりね、アニメみたいに動かないと説得力が出ないっていうことなんですかね。でもそういえばね、最近ね、巨大ロボットもので、ウルトラメガヒットを飛ばした漫画がありました。それは何か。ズバリ、進撃の巨人です。ロボットではもちろんないですけどね、コックピットで操縦するような描写があり、巨大な、ね、敵同士で戦う。これまさにね、巨大ロボット漫画の、ね、フレーム使われてるじゃないですか。巨大ロボット漫画はヒットしないという業界の定説、それを覆す鉱脈はあったんです。それが進撃の巨人でした。これが正解。いくらね、こだわり、気骨があると言ってもね、進撃の巨人をジャンプが逃してしまったのは、まあ失敗といえば失敗なんでしょうね。まあ仕方がないことだったのかもしれません。さて、皆さんいかがだったでしょうか。このシリーズではね、毎回こうやって打ち切り漫画を紹介しつつ、実際ね、掲載順位とこう、話の展開を照らし合わせてみてどうだったか、ということをね、突っ込んでやりたいと思ってます。またね、次回見たいという方はね、ぜひチャンネル登録お願いします。登録してくれればね、次回更新時にね、おすすめが、多分ね、出てくると思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。